はい、年末大掃除についての話題が出ましたけども、これはですね、まあ、人それぞれだと思いますけども、まあ、吉谷さんがね、私の家に泊まった時に、まあ、すごくきめ細かくやってくださってるっていう評価が最後動画にありましたんで、こちらと合わせてちょっとね、お話したいと思いますけども、私の場合はですね、大掃除っていうのは絶対必要だと思うんですよ。それはですね、まあ、気持ちの問題なんですよ。綺麗なんだけどもやるんですよ。私は毎日掃除をやってますんで、改めて年末に掃除をしたりとかね、年始に掃除をしたりする必要はないんですけども、私はこう考えてます。普段の掃除ってのは自分の行いを見てるんですよね。自分の行いです。そうなんですよ。床を雑巾で磨くと髪の毛落ちてるな、ピーナッツのかけらが落ちてるなっていうふうに、自分がどんな暮らしをしてるのかってことがね、床掃除で見えるんですよ。窓拭きも同じです。それから玄関を入った時でも、どんなゴミがそこに落ちているのか、靴の向きはどういうふうに乱れているのか、そういうことがね、すべて私の自分の中を見ること、自分の行いを見ることができるんですよね。ですので、普段の掃除っていうのは自分の行いを、自分の暮らしを意識しております。それに対して大掃除っていうのは神様を意識するんですよね。神様っていうと、まあ、モーゼとかね、イエスみたいなのを想像しがちなんですけど、私の場合はエホバですけども、そうではなくって、神っていうのは、この大自然の力といいますかね、私たちが意識しても全然意識できない、つかみどころのないような宇宙の法則といいますか、言葉では言い表せないんですけども、私がなぜ生まれたのかとか、そしてなぜ死んでいくのか、老いていくのか、こういうふうなね、答えられないものを全てを私たちは神と呼んでるのかなと思うんですよ。で、神を意識するっていうのはどういうことかっていうと、普段の掃除はできているんだけども、その上に今日は1年を締めくくる意味で、1年じゃなくてもいいんですよ。1ヶ月を締めくくるでもいいですし、10年を締めくくるでもいいですし、40代を締めくくるでも何でもいいんですよ。気持ちを大きくして、普段は自分のことを意識してるけども、そうではなくて自分以外の全ての神羅万象を意識して掃除をしてみようかなっていうふうに考えるのが大掃除なんですよね。まあ、そういうふうにして自分の内面をしっかりとね、意識すること、それがまあ私の掃除の概念なんですよ。で、もう一つね、あやさんの例だったかな、何だったかな、普段やってることとなんかドーンと大きくやってることっていう、なんかね、そういう話があったと思うんですけども、その掃除に例えるとね、普段の掃除っていうのは例えて言えばアフィリエイトサイト作りなんですよ。淡々とそれをやるんですよ。で、アクセスを取っていくって形です。これが私の言う普段の掃除、自分を意識してるんですよ。で、今度は自分以外を、神様を意識するってのはどういうことかっていうと、このサイトアフィリのノウハウ販売の時です。この時はドーンと売り上げがいきますよね。うん、で、これは社会からどう評価を受けてるのかってことをさらに強く意識するってことなんですよね。サイトアフィリ作りは自分の内面をサイトに反映させるわけなんで、自分を見てるんですけどもね、これがだから普段の掃除と同じです。大掃除っていうのはより広い世界を見て、自分の評価がどうなっているのかってことを確かめる、年末総決算みたいな気持ちで、私はサイトアフィリエイトの、まあ、ノウハウ販売とかね、その他の速稼塾の大きなコンテンツね、50万とか100万とか、中にはまあ300万とか1000万みたいなのありましたけども、そういうのを意識して販売してきました。まあ今はね、ビジネスやってないんで、ガンガン物を売るってことはないですけどもね。まあそんな形で私は考えてますけども、大掃除について他の方、皆さんね、いかが考えてるでしょうか。それでは行ってらっしゃい。